田村重信は、日本の政治活動家、政治評論家。ジャパンスターエンタープライゼス特別顧問、拓殖大学、桂太郎塾名誉フェロー、日本国際問題研究所客員研究員、国家基本問題研究所客員研究員、防衛知識普及会理事長、防衛法学会理事、坂本博之講演会,会会長、日本論語研究会代表幹事、 日本政策学校、田村塾塾長、世界日報系インターネットテレビ、パトリオット TV、メインキャスター、YouTube チャンネル、田村重信、タムタム歌のチャンネル、歌手、慶応義塾大学大学院法学研究科、非常勤講師、自由民主党政務調査会調査役、自由民主党政務調査会嘱託。自身の著作、なぜか誰も書かなかった。 民主党研究と民主党はなぜ頼りないのか不毛の二大政党制の根源を探るの中で民主党の岡田克也衆議院議員が通算官僚時代に国家公務員法に違反し一族会社の取締役を兼務していたことを呼び父である岡田拓也が創業したように便宜を図った疑惑があるということの記載をめぐり岡田が田村に千百万円の損害賠償請求を求めて 訴訟を起こした。第一新判決では、2冊とも疑惑があると指摘した論評にとどまるとして、名誉毀損を認めず、田村が勝訴した。2009年2月5日の第二新判決では、2冊のうち1冊について、疑惑を指摘した重要部分について、事実とは認めがたく、面積されないとして、名誉毀損に当たると認定。田村に対し110万円の賠償支払いを、 命令した。同年6月26日、最高裁が田村の上告を帰却し、田村の敗訴が確定した。陸上自衛隊からの感謝状独語の書籍を、陸上自衛隊幹部候補生学校に寄贈し、田村文庫として自衛隊図書館の一角を占めている。2009年3月にはこれまでの寄贈の功績が、称えられ、陸上自衛隊より感謝状が送られた。 さらに2021年3月5日には1406冊の書籍を寄贈したと陸上自衛隊幹部候補生学校長より手紙が送られた。ありがとうございます。